辻恵蔵は、日本ホーリネス協会の副院士である。中田重春の次女の恵の婿で、日本キリスト教団の議長の辻仙道の父でもある。ホーリネス弾圧事件で軽視した。1886年に石川県金沢市に生まれる。少年時代に辻家の養子になる。国鉄職員になり、高山駅に勤務中に、日本キリスト教会の亀貝良運牧師から洗礼を、 受ける。1923年に検診して、柏木聖書学院に入学する。1925年4月卒業後に、新任副院士に任命された直後、日本ホーリネス教会第7回年会の時に、中田重春の次女の慶と結婚した。その年会で、足利教会に任命されて赴任した。1926年3月9日に、 中田茂春の初孫である長男十蔵が生まれる。1930年に次男の千道が生まれる。義子の道の区が1926年4月12日に OS テイチと結婚する。1928年には中田茂春の母、千代の告別式の際に OS テイチと共に出席する。ホーリネス分裂事件の際には中田監督側の清め教会の牧師になる。 1935年に長男の十三が渡瀬川で溺死する。1939年の中田重春の側近として森五郎と共に中田の遺言を聞く。1940年に青森県の弘前住吉教会に転任する。1941年に日本キリスト教団成立時には第九部の牧師になる。 1942年6月2の際に検挙され、広崎署に拘印された。青森拘置署に移送され、1943年12月、懲役2年の判決を受ける。上告したが、棄却され、懲役刑に服した。1945年に、青森刑務所の病室で獄死する。未亡人の辻刑が二人の息子を育てる。次男戦未知は牧師になる。 ありがとうございます。